はい、こんにちは。コインを繰り返し投げて同じ面が3回続けて出たら終了と。で、N 回目、 N+1 回目、 N+2 回目の3回続けて表が出て終了する場合の数を AN とすると。だから裏が3回続けて出ても終わるんだけど、今聞かれてるのは表が3回続けて出て終了する場合の数を聞かれてますと。で、まあこれパッと見てすぐに、ああ、はい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 と分かるような問題、私にとってはじゃないんで、まあ A1、A2、A3、A4 とちょっと調べてみると、ああそんな結論になりそうだなと。で、その結論で正しければ別にこの AN を円の式で表すこと自体は何でもないんですけども、本当にそれでいいのかっていう説明をつけるのにすごく苦労、随分長い時間考えました。まあ、結論から言っちゃうと、フィボナッチ数列が出てくるのは調べていけばすぐに、まあフィボナッチ数列何度もいろんな問題でやってるから、ああフィボナッチなんだと思ったんですけども、なぜフィボナッチなのかっていうのをどう説明していいのかに随分考え悩まされましたと。で、まあじゃあやっていくと、要するに A1 ってことは、1回目、2回目、3回目に表が出て終了する場合の数。それはもう、これしかないですよね。で、A2。これも、この前が×な場合だけですよね。これだったら、もう、3回目で終わっちゃってるんで。なんで、まあこれだけと。一通りと。で、A3 はっていうと、この後ろに付け足していけばいいんで、この前別に丸でも×でも OK ですよね。だから2通りかと。まあ、一応書いておくと、○○×○○○××と。で、この辺からちょっと少しややこしくなってくるのは、まあ、やっぱりこの後ろに丸×くっつければいいんですけど、これ別に丸でも×でも OK なんですが、これは×だと×が3回続いちゃうんです。それは終わりますと。×が3回出てもう終わっちゃってるんで、終わっちゃっちゃダメなんで、これだけですと。押すと A4 は3かと。この辺でまあ1+1=2、1+2=3、あ、フィボナッチなのかなと。で、じゃあもう角のめんどくさいんで、後ろに付け足していくと、A5 っていうのは、やっぱり樹形図書いていくのに、これ丸々だから、この後は×しかダメですと。で、これは別に丸も×も OK ですね。丸も×も OK。で、これも別に、続いてないんで、丸も×も OK。なんで、1、2、3、4、5と。やっぱり2足す3で5なのかと。で、これでまあ A6 が8ならもう、ほぼ決定と。言っていいと。で、ちょっと今こっちの続き、あ、いやいやか。これ、丸×でなんで別に続くことないから、まあ2通りですね、2通り。丸×OK。で、これもちょっと見づらいですけども、丸×丸できてるんで、これも×丸だから、両方 OK。で、これ××なんで、丸しかないと。で、これも丸々だから×だけ。で、丸×だから両方 OK。なんで、1、2、3、4、5、6、7、8。これはもうフィボナッチ決定だろうと。ということで、フィボナッチ決定となれば、まあ、単なる参考完全化式。AN+2 は、AN+1+AN っていう、まあ、参考完全化式、フィボナッチ数列、すべての項は整数なのに、一般項を求める式にはルート5が入ってきちゃう。ちょっと不思議な感じですけども、でも、もちろん、ルート5が式に入ってきても、その、まあ、N 乗するんですけど、そうすると、ルートが消えて、まあ、ちゃんと、当たり前ですけど、一般項は整数になるっていうものなんですけども、じゃあ、果たして本当にこれで、まあ、今、ただ単に6まで試して、OK だっただけで、別にこれで正しい保証がないんで、どうしてこれでいいのかっていう説明をつけるのに、まあこれから私が言う説明がちゃんと正しいのかどうかちょっと自信ない。まあ多分大丈夫と思うんですけど、まあとにかく N 回目、N たす1回目、N たす2回目で丸が表が出て終わるんだから、もうこういう状態ですと。で、この前をか、これ樹形図書いていくのに、この直前を考えたときに、終わってない状態。表も裏も3回続けて出てない状態。少なくともですから、この前っていうのは、
まだ終わってない、終わってない。別にこの後終わっちゃうような商売として、丸々。私、3枚考えたんですけど、2枚でも OK だったような気がします。まあでも一応、まあ2枚でいいや。直近2つ、4通りですよね、出方としては。まあ、3枚考えたんですけど、後で考えたら、まあ、直近2枚でも大丈夫かなと。で、ここで、今、直近2つが、この後にこう、3回出るんですけども、こうだと、これもここで終わっちゃいますよね。なんで、もちろんこの前に、たくさんの、まだ終わってない場合の数がたくさんありますけど、とりあえず、ここまで、これはもう、AN ですよね。AN はこれだけあると。で、これは AN プラス1ですよね。で、この2つが AN プラス2ですよね。そうすると、これら平等と考えていいですよね。この後ろに連なってる、まだ終わってない場合の数。この後ろに連なってる場合の数。この後ろに連なってる場合の数。この後ろに連なってる場合の数。平等、これとこれ平等とは言えないですね。ここは、×しかダメなんで。でここは丸×オッケー。で、ここは、丸×オッケーで、ここは丸だけ。これトータルで見れば、この二つとこの二つは平等って考えていいんじゃないですかね。この後伸びていく樹形図は、それは、同じように伸びていくはずですよね。ここは、×だけだけども、同じここも丸だけっていうふうに、これ1個しかない。で、ここは2個出てきてるんで、この後はまあ平等と考えていいとするならば、これとこれの和は、これになってるねと言っていいんじゃないかなと。ダメと言われたらすいません。ダメです。でもこの後の並びの数は平等と考えていいんじゃないかと思いますと。まあ、ですから私最初、3枚で考えて、ああ、平等だなと思ったんですけど、まあ4枚でも平等と言えるかなと思ったので4枚にしました。4枚とか、直近2つ。直近2つ、丸丸、丸×と、×××丸。この4通りで十分かなと。直近3枚にしても結局、こうで、丸、バツバツバツ丸バツバツバツ丸、これもやっぱり A2 はこの後は丸3つで、 A2 はこれとこれとこれの3つ、この3つが AN プラス2で、この2つがAN プラス1で、これが AN なんで、やっぱり AN と AN プラス1が3つでやっぱり平等と言っていいんじゃないかというふうに思います。となれば、あとはもうこれは単なる参考完全化式で、特性方程式がこうで、答えが2分の1プラスマイナスルート5なんで、アルファの方を2分の1足すルート5、ベータの方を2分の1引くルート5として、AN プラス2マイナスアルファ、AN プラス1は、ベータ、AN プラス1マイナスアルファ、AN と。で、アルファとベータひっくり返した同じものができるんで、AN、プラス1マイナスアルファ AN というのは、初項が1引くアルファ。で、1引くアルファってのは、これは実はベータになっちゃうんですね。ありがたいこと。やってみればわかりますけど、1引く2分の1足すルート5は、2分の1引くルート5になるんで、ベータになります。で、逆に1引くベータはアルファになる。ということは、これ初項がベータ。で、公比ベータだからベータの N 乗。で、ひっくり返したものが、
こうなるだけと。そしたらこれ引き算すれば、こっち下から上引けばいいですか。下から上引けば、an 括弧アルファ引くベータがアルファの n 乗引くベータの n 乗と。でアルファ引くベータはルート5ですと。なんで an はルート5分の12分の1たすルート5の n 乗引く2分の1引くルート5の n 乗ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。